さあ、それではまずは特集コーナーとなります。アメリカ政治の混乱と分断、大統領選の行方はというところで、現在の大統領選の状況というのはどういうふうに見ていらっしゃいますでしょうか。皆さんご存知のように、アメリカのマスコミがカマラ・ハリスを一方的にものすごくわざとらしく持ち上げていて、世論調査で見るとトランプとカマラ・ハリスが接戦ということになっているんですけれども、僕はこういうカマラ・ハリスブームがあと2週間ぐらいで消えるのではないかと、でそれからが本当の大統領選挙になるだろうと。で個人的には僕はこの2人とも好きじゃないんですよ。トランプはあまりにも思いつきで政策をやる人だし、カマラ・ハリスに至っては中身は全然ないと、はい、で彼女がどんな理屈を言っても、ええ、それはその場しのぎで、ええ、こういうこと言えばなんとかなるだろうという態度で言ってますから、はい、それからもう一つ重要なことなんですけれども、ええ、彼女は全然勉強しないです。あ、もちろんトランプだって勉強 しないんですけれども、ええ、カマラ・ハリスも全然勉強しなくて、はい、で彼女が副大統領だった最初の3年間でスタッフが辞めた率が 92% なんです、なるほど。え、最初の3年で 92% のスタッフが辞めちゃったんですよ、はあはあ、でなぜかっていうと、カマラ・ハリスの下で真面目に仕事をしてても、この人何も勉強しないし、はあ、全く評価されないし、結局はなんか自分だけがスター気取りで、はいはい、要するに芸能人みたいな人なんですよ、はいはいはい、で人前でチャラ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 喋ってみせて、でじっくりスタッフの書いたリサーチレポートを読んで、はい、政策を一生懸命勉強すると、そういうことがないんですね、彼女の下で働いていると、みんなもうイライラしてきて、ちょっと露骨に言いますと、こんな女の下で働いててもしょうがないじゃないのと、もうやめるわと言うんで、うんうん、9割以上やめてってと、そういう人ですから、はい、とてもまともな人間ではないと思います、で予言させていただきますと、トランプが勝ってもカマラ・ハリスが勝ってもアメリカの国内政治は来年からますます悪くなります。なるほど。よくならないです、はあ、でアメリカ国民のものすごいいがみ合いですね、このいがみ合いは悪くなるばっかりなんですね、はい、でその原因をちょっと3つ述べさせていただきますけれども、はいはい、1つはアメリカっていう国は17世紀の初めから始まったんですけれども、はい、17世紀の初めにアメリカに来た人たちっていうのはみんなイギリスで迫害されていたキリスト教徒なわけですね、はい、プロテスタントの、しかもかなり当時のイギリスから見るとかなりラディカルなキリスト教徒だったんです。でラディカルであって彼らのことをエクセプショナリストと、エクセプショナリストっていうと我々は例外なんだと、我々は特別なんだと、うん、そういうふうに優越感を持ってる人なんですね。ああ、なるほど。でイギリスからこの地上の世の中に神の国を作るんだと、はい、意気込みでアメリカっていう国を作ったんですね、はい、でアメリカそれ以来その17世紀から1940年代50年代まで、はい、アメリカ人の価値判断を大きく形作ってた2つの価値規範がありまして、はい、その一つはもちろんキリスト教、しかもキリスト教の例外主義、はいはい、クリスチャンエクセプショナリズム、我々は特別に偉いんだと、でもう一つはアングロサクソン的なポリティカルカルチャー、つまり政治をやる上において、アングロサクソンっていうのは他のヨーロッパの民族に比べて妥協するのがうまいんですね、はいはい、イギリスではクロムウェルの時を別として革命騒ぎっていうのが起きてないですよね。そうですね。っていうのはアングロサクソンっていうのはなんだかんだ言って自分たちの利害関係を調整して妥協するのがうまいんです、でそれをアングロサクソンポリティカルカルチャーと政治文化っていうんですけれども、はいはい、アメリカの特徴だったのは自分たちだけは特別であると思い上がっているクリスチャンエクセプショナリズムとアングロサクソン的なポリティカルカルチャー、なるほど、この2つだったんですね。なるほど。で問題なのは、1960年代からこの2つの価値規範が両方とも崩れてしまったんです、はい、崩れてしまった。で1960年代から60年経った現在は、はい、
アメリカで自分のことを本当にキリスト教徒だという視点から自分の価値判断を決める人っていうのはごく少数ですそれはし、伊藤先生、あそれれですから、か、ちょっとだけ中断して失礼しますけども、1940年から1960年にかけて急激にキリスト、例えば教会に行く数も減ったし、思想も減ったっていう、そういう急激な変化があったんですか、それとも20世紀から徐々に行ってたのが顕在化した。ですね、やっぱり1950年代っていうとアイゼンハワーの時代ですけれども、アイゼンハワーの時まではまだアメリカはキリスト教の国であるというと、みんなうなずいて、そうだよね、我々はキリスト教の価値判断を持っている国だよねっていうんで、まだ落ち着いていたんですけれども、1960年代からカウンターカルチャージェネレーションと。で、当時我々が覚えているのはフリーセックス、フリードラッグ、それから離婚率が急上昇したわけですね。だからそういうふうに、もちろんベトナム反戦運動とか日本で言えば全共闘運動ですけれども、で、今までの伝統的な価値判断を全て壊してしまえばいいという文化になってきたわけですね。だからやっぱり世界中でね、これ先生、フランスでもそうなんですよ。フランスでも1960年代以降、カトリック的な価値規範っていうのはほとんどなくなってしまったんですけれどもね。まあ、社で、会要的すな、あるる意味に、じゃあ全世界的なに人類の社会の変化が、やっぱ特にヨーロッパを中心とした文化に起こったってことですね。そうです、そうです。で、ここで本を一冊紹介しますと、これ、Who are we? とって書いてる。これは2004年に出た本なんですけれども、アメリカ人とは誰かと、で、なんでアメリカ人とは誰かと、我々とは誰かという本を書かなきゃいけなくなったかっていうと、ハーバードで政治学の教授をやってたハンティントン教授が、アメリカ人はついに自分たちは誰かという自分のアイデンティティを失ってしまったと。で、アイデンティティを失ってしまったから、共通の価値判断がないし、で、共通の価値判断がないから、アメリカ人同士で議論をしても結論が出ないと。やっぱりね、政治でも社会問題でも議論をして結論を出して、それを実行するには共通の価値判断と共通の文化を持っているんだという認識がないと成り立たないんです成りよ。立たない。で、21世紀の初めになると、ハンティントンさんはもうアメリカ人はダメだと、アメリカ人同士で議論しても一時的に妥協が成立したように見えても、すぐ喧嘩始めると、いつまでたっても結論が出ないし、一時的に結論が出たように見えても、次の年になると合意を破ってまた勝手なことをやり出すと、そういうある意味でね、恐ろしい状態になったわけそでれはすまさね。にカマナ・ハリス的ですよね。ええ、そうです、そうです。まさに今で言すわれたから、通りの人がカマナ・ハリスって聞く感じがしますけどね。でも、カマラだけじゃなくて、そうクリントか。ン夫妻もひどかったですよ、あ本当クリに。ントンさんもね、バイもデンもそうう、だったし、まあ、それはそういえばそうなんだ。だから、30数年間、アメリカの大統領になった人間っていうのは、クリントンもヒラリーも、それからブッシュの息子も、チェイニーも、オバマも、バイデンも、僕から見てると、なんという軽薄なやつだと、なんでこんな軽薄な人間がアメリカの大統領をやってるんだろうと。で、まあ、日本でも総理大臣になる人はつまんない人ばっかりですから、アメリカだけがこうなったわけではないんですけれども、で、それとは別に、1965年にアメリカは移民法を改正しまして、それまでアメリカに移民してくる人は8割が白人で2割が有色人種だったんですね。ところが65年に移民法を改正したら、数年後にはこの比率が逆転しちゃっ逆たん転でしす。た。で、アメリカに移民してくる人の8割が有色人種で、白人は2割だけと。そうすると当然のことながら、少数民族の比率が増えるわけで、で、最近15、6年間はアメリカで生まれてくる赤ん坊の半分以上は非白人ですし、それから最近6、7年はアメリカ労働市場の新規の労働力ですね、新しく雇われる労働力の半分以上が
非白人になったわけですね。なるほど。そうすると単にアングロサクソン的なポリティカルカルチャーをなくしてキリスト教的な価値判断をなくしただけではなくて人種的にもバラバラな国になってしまって、はい、今から十数年経つと白人人口は半分以下になります。なるほど。で恐ろしいことに武田先生をクリティカルレイスセオリーってお聞きになったことありますか？いやまあ直訳した英語ぐらいは分かりますけど。クリティカルレイスセオリーとかいうヘンテコリンな議論が流行りまして、はいはい、このクリティカルレイスセオリーっていうものを持ち出すと単に人種に関わらず全ての人を同じように扱えば、はい、それで公平なのだという議論が成り立たないんですね、はい、でなんでかっていうと、クリティカルレイスセオリーっていうのは特に黒人をターゲットにした人種議論なんですけれども、この議論によると黒人の例えば学校での成績が悪いと、はい、もしくは就職する先が給料の高い職業ではないと、はい、でとにかくありとあらゆる問題で黒人と白人の間に格差ができると、はい、それは全て社会的な差別があるからこういう状態になるんだと、はい、そうすると全てね競争する条件が、うん、もしくは仕事をする条件を平等にすればいいってもんではなくて、全て結果までね、うん、収入も学歴も、はい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 、それから就職も、全部同じにしなきゃ、要するに結果としてパーセンテージで黒人の人口が十数パーセントあるんだったら、うん、全て黒人が十数パーセント取るべきだと、はい、でもし結果が平等でないんだったら、はい、それは社会にシステミックな、システムがあるから、要するにねこれをやると例えば白人なり黒人の警官が逮捕する黒人の方が白人が逮捕される率よりも高い時はそれが人種差別の証拠である。そうすると例えばね、うん、黒人っていうのは白人よりも犯罪を犯す率が7倍か8倍高いんですけれども、はい、これもシステミックレイシズム、社会にあるシステムの人種差別のおかげで、はい、黒人の方が逮捕される率が高いんだと。だから黒人を捕まえても処罰してはいけないという理屈になっちゃうんですね、はい、そうすると例えば僕の住んでるワシントンなんかでは、1000ドルっていうと15万円ですか、はい、1000ドル以下のものを盗んだ場合は処罰されないんですよ。なるほど。だから子供が万引きしても10万円以下のものだったらたとえバレて捕まったとしても起訴されないんですね、うん、でこれはもうアメリカ中で起きてるんですけれども、はいはい、10万円とか15万円のものを盗んでも、クリティカルレイスセオリーによると、処罰してはいけないと、はい、だからある意味で無法状態になってしまうわけですね、はいはいはい、でもう時間がないのでこの問題から次の問題に移りますけれども、はい、アメリカはいわゆる OECD 諸国、先進国もしくは中進国と言われている国では、はい、貧富の格差が一番ひどいんです、はい、あ、そうでしょうね。しかも最近30年間、はい、要するに30年前も貧富の格差っていうのはアメリカが最悪だったんですけれども、はい、最近30年間、うん、ます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 ひどくなるんです。富は全部上位 1% の方に行ってしまう。そうそう、富は全部トップ 1% もしくは 0.1% に行ってしまうんですね、今のことで僕はカマラ・ハリスが登場してある程度人気があるというのは非常によく分かったんですが、それをどうしてエスタブリッシュ系のニューヨークタイムズとかなんとかそれ全部分かってるのにカマラ・ハリスを支持してる方に回ってるっていう理由は何ですかね？それはもうすごく簡単で、ええ、カマラ・ハリスにしても、ええ、オバマにしても、ええ、ウォール・ストリートの金融業者からものすごく政治資金を受け取ってるんです。なるほど。でカマラ・ハリスであろうがオバマであろうが、例えばねオバマの8年間で一番平均個人所得が減ったのが黒人なんですね。ああ、なるほど。でオバマの8年間で最も所得が増えて最も資産が増えたのがトップ 1% のほとんど白人なんですよ、うん、そうするとコーネル・ウエストっていう黒人の有名な学者なんかは、はい、オバマのことをブラックマスコット・オブ・ザ・ホワイト・ウォール・ストリートと。ああ、なるほど。白人のウォール・ストリートのブラックマスコット、黒人のマスコットと。なるほど。でカマラ・ハリスだってね、うん、結局すでにウォール・ストリートの金融業者とそれからシリコンバレーの IT の大手の IT 業者から、
大量の政治資金を受け取っていることはもう表に出てますから。なるほど。で、彼女自身がもうユダヤ人の金融業者とすごく仲がいいんですよ、はい、はあはあ、ですから彼女はアメリカの IT 産業とそれからウォールストリートの金融業者、うん、それからイスラエルロビーにとって、はいはい、とっても都合がいいんですね、はいはいはい、でニューヨークタイムズっていうもの自体が、結局は後ろの方でイスラエルロビーとくっついてるマスコミですから、はいはいはあはあ、なるほど。ですからニューヨークタイムズっていう新聞自体が表面的にはリベラルで洗練されてるというイメージを作り出してますけれども、彼らは例えば2003年のイラク侵略戦争にしても、はい、2003年のイラク侵略戦争っていうのはアメリカ政府がサダム・フセインが大量破壊兵器、特に核兵器を使っている証拠を我々に言っていると、それからサダム・フセインがオサマ・ビン・ラデンと協力してアメリカに対してテロをやったと、で我々はその証拠を握っていると、アメリカ政府がそう言ってイラクに侵略した戦争ですけれども、これ2つとも嘘だったんですね、はいはい、嘘でしたからね。で当時ね、僕はもうすごく覚えてるのは、ニューヨークタイムズにこの嘘が毎日毎日出てくるんです、はいはいはい、それも第一面に、要するにニューヨークタイムズ自体がこの戦争を起こさせるために毎日第一面で嘘の証拠を並べ立てて、それでアメリカ軍にイラクを侵略させたんですね。ですからそこから見るとニューヨークタイムズだってワシントンポストだってけしかける側についてたんですね、はいはい、ですから表面的にはね、ワシントンポストとかニューヨークタイムズっていうのはとっても進歩的でとってもリベラルでと、そうで良心的なというふうなポーズをとってますけれども、そうそう、はい、ワシントンポストとニューヨークタイムズを所有して経営してる連中はもうウォールストリートべったりです、はいはい、なるほど。でイスラエルロビーべったりです。なあ、日本 の, あのマスコミと似てますね構造が。でね、結局ね、アメリカを本当に支配してる人たちっていうのはどうすれば民主党系の投票者を操れるかと、それでね、話はちょっと飛びますけれども、アメリカのエスタブリッシュメント、うん、それからアメリカの超富豪層が、はい、なんであれほどトランプに対して敵意を持っているのかというと、トランプは彼らのね言うことを聞かないんですよ、トランプは。それがね、アメリカの超富豪層にとって一番都合が悪いわけですね、トランプっていうのは。なるほど。まだカマラ・ハリスは貧乏根性があるから金欲しいけど、トランプは金欲しくないから困ると。カマラ・ハリスはとにかくアメリカの超富豪層と、はい、イスラエルロビーとネオコンにとっては、うん、はい、カマラ・ハリスは都合がいいんです。ああ、とにかく言うことを全部言うこと聞きますから、うん、はいはいはい、カマラ・ハリスは、はいはいはい、僕は普通の民主党の投票者っていうのはこういうマスコミに騙されてると思います。で、それに比べてまだ騙されてないのが共和党の投票者だと思います、はいはいはい、でご存知だと思いますけれども、共和党の投票者っていうのは大学卒よりも高卒の人が多いんですね、でアメリカのマスコミ人っていうのはトランプの投票者なんていうのは、はい、高卒の連中だから、はい、学歴がないから、すぐ騙されてるんだと言うんですけれども、僕はそういう単純な問題ではなくて、やっぱりアメリカの高卒の人たちっていうのは8割ぐらいが最近30年間もしくは40年間実質生活レベルがどん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 下がってきてるんですね。で、トップ 1% もしくはトップ1割のアメリカ人はどんどん豊かになってるのに、はい、高卒の学歴しかないアメリカ人っていうのは、はい、7割8割が最近40年間貧しくなってるんです、で彼らはだから理由はわからないけれども、アメリカの高卒の人たち、いわゆるブルーカラーと呼ばれてる人たちは俺たちは騙されてると、理由は分かんないけどとにかく俺たちは騙されてると、で騙されててどん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 生活が苦しくなってると、はい、それを実感してるんですね、はい、で僕は個人的にはこういう8割の高卒の人たちの味方をしてまして、だからトランプが好きか嫌いかは別として、
今年は共和党をしの応援をしてます。なるほど。伊藤さん、そのトランプさんとイーロン・マスク氏の対談というのも X であったと思うんですけれども、はい、あれはこうアメリカではどういったふうに捉えられていましたか？あれはやっぱり一番面白いのは司法省の役人の場合 99% が民主党に献金してるんですね。 99% ですよ。 FBI だってトップレベルはみんな民主党員なんですよ。